おはようございます。釣り子 TV です。新発売のシャットテールワームを一つ買ってきてみましたよ。その名もガンクラフトの馬力シャット 4.8 っていうことで、ちょっとね、大きめなサイズのシャットテールワームなんですけども、発売前からね結構、気になっていて、まあね、この手の形のルアーワームって大好きなので、まあ、出たらとりあえずね、飛びついてみているんですが、こんな感じのねブリスターパッケージに入っていて、でカラーはねワカサギカラーっていうのを選んでみましたよ。綺麗な感じのワカサギカラー選ぶことができたので、馬力シャット 4.8 ってね書いて、説明書きも書いてありますね。であれですね、あのレイドジャパンカーのやつで確かこんな感じで、まあ、ポケットにねそのまんまブリスターパックで入れられるよみたいな、新設設計みたいな感じのこのパッケージ、見たことあるなと思ったんですけど、ガンクラフトもねこんな感じの2つずつポケットに入れて持ち歩けるよ、もしくはバッグに入れられるよみたいなデザインなんですけど、じゃあね早速開けてみますかね。どんな感じで開けるのかな。これビッグアップ、ここはまずこう取っていいのかな取っちゃいましたけど、でここが開くのかな、開いた、はい、馬力シャットこんな感じで、気になるテールの形状はこう、なんだろう、六角形、五角形、六角形みたいな感じ、上がね平らだとしたらまあ五角形になるのかなって感じですけども、微妙にねちょっとテーパーがついてて、でここね面白い形だな、これね、ここはねぷっくりね膨らんでいて、で接続のところはすごいね薄くなってるんですけど、その薄くなる手前まではちょっとね太めなんですよね。で先端だけキュッとね細くなって、ですごい動きそうなこのテールにつながっていく、ね、これが馬力シャットですか、はあって感じで、で、スリットがねフッキング良くするためだと思いますけども入っていて、でここのね後ろの方にもねちょっとねなんかこう穴があるんですよね。で上にはこういう感じのやっぱスリットがあって、これはフックの先を隠す時かな、なんかね小さくてシンプルな形なだけに各メーカーいろんなねなんかアイデアとかギミック入れてきて、このね面白いですよね。で裏に説明書きがあったんでちょっと見ていきたいと思いますが、馬力シャット 4.8 ボディのロールアクションは抑え、頭をわずかに振りながら泳ぐベイトフィッシュライクでナチュラルな泳ぎを再現した馬力シャット、ボディアクションは抑えつつもパワフルなテールアクションにより水押しと波動でバスを刺激します。またテール上部に設けられた馬力アップホールにネイルシンカーを挿入することでより激しくテールをアクションさせるハイアピール仕様に、さらにラトルを挿入すればサウンドアピールも可能になるなど、バスの活性やフィールド状況に合わせアピールの強弱や種類を変えることができます、ということで、ここね、ここにネイルシンカーを入れることによってよりこう振り幅の激しいね、あとはラトル入れたりしてアクションの質を変えたり音を出せるようにしたりね、そういったためにここがねちょっとねすごい膨らんでるんですよね、この穴にネイルシンカーをぶち込めってね、こういうことみたいなんですけどね、まあ状況によって、で基本はできるだけまあロールを抑えて頭をちょっと振るような、でも多分ねこれお尻はかなりねブリブリブリって動くんじゃないかなと思うんですけども、そんな形になっております。いよいよねブラックバスもスポーニングシーズンを迎えて、上流とかね上の方にはまあ産卵を終えて体力回復しようかななんて上がってきたバスが、そろそろ集まってくるのが今の時期じゃないかななんて思いますんで、そんな時にねこの脳進化とかでこういうちょっと弱った、俺も弱ってるよって感じのワカサギイメージでね、オーバーハングの下とかスパパパパーンとかやるとね、
疲れてるけど美味しそうだから食っちゃおうみたいなね、こういった釣りがあるはずなので、まあそんな時にねちょっとね使ってみようかな。まあちょっとだけボリューム感としてはね 4.8 インチなんで大きいかもなんですけども、まあタイミングによってはね絶対ねバチッとね大きな魚連れてきてくれると思いますので、ね、まあこの形だと 3.5 インチのハートテールなんかがね最近は出て、でこのバリキシャットが出てってね、シャットテールもほんとねいろんなメーカーでいろんなちょっとした違いでねいっぱい出てるからね、お気に入りのメーカーのねみんなあると思うんですけども、ここのメーカーのこういうのこうやってで使ったらすごい良かったよとかね、ぜひねコメント欄とかに、よろしくお願いいたします。またねぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣り子 TV はガンクラフトのね新発売バリキシャット 4.8 これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。はい、カルカッタコンクエスト DC200 にバリキシャット、イエーイ。はーい、復習でもう一回流そうと思ったら1投目で食っちゃいましたよ。しかもね、ちょっとサイズアップ。